井清水選手にお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合改めていかがでしたか？早い時間に、田中がゴール決めてくれたので、いろんな課題もありますけど、いろんなトライをしながら、ゲームを優位に進めれたかなと思います。終わった後すごく笑顔だったんですけど、一番こう今日良かったなとか手応え感じた部分ってどんなところでしょうか？後半、試合全体通してボールを持つ時間も多くできたのは事実で、そこから、攻撃のこうゴールまでっていう糸口はこれからまだ課題にはなっていますけど、ボールを持つことによって守備する時間を少なくしたりとかっていうのにつながってるので、自分たちとしてはこう後ろの人間としては疲れるゲームというより、自分たちが優勢にゲームをできたかなっていう笑顔だったかなと思います。最後に次はアイナック戦です、はい、一言お願いします。そうですね、前半ラストになる。前半ラストです。前半ラストということで、周囲を走るアイナックなので、なんとかついていきたいなと思いますし、今ここまで、いろんな苦しいゲームを1周目過ごしてきて、少しずつこう身になったり、また課題になったりっていうことをやったりはしているので、前半ラストをこう自分たちがこうやってきたことを表現できるように、でいい結果が出せるようになんとかみんなで頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました、はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。